ますぜ。おばじゃ、まだあんたか。俺だって来たがねえよ。来月からはホームラン賞の対象は3番打席だけにするでね。東京ギガンツの沢田、あそこでホームラン打った客はまだおらんからね。あんたもあいつにはかなわんだろう。悔しかったらいっぺん打ってみや。ナイスバッティング。学生時代野球部だったのか。どんな人間にも一芸あるもんだね。高杉さん、これだけは勘弁してくださいよ。俺が小銭を取り上げないのはお情けだと思った。お前の行動なんて全部知ってんだよ。よう、ギャラ入ったんだろ。牛島さん、スケの生産がてら飲みに来や。あ、それがもう早く金がないってか。しょうがねえな。今日のお通し、あんたの好きな味噌煮込み作ったんだ。とにかく店に顔出しゃ。ほんと、ありがとう牛島さん。待っとるで、寄り道したらいかんよ。いらっしゃい。おお、あんたか、品田。牛島さん、牛島さんの人情に涙が出そうっすよ。俺、何言っとるんだ。本当は付け払うまで水一杯飲ませたねえわ。だって商品券でもええから回収しなかんわ。え、なんで知ってんすか。たけえ、
俺は商店会長だって。あんたがホームラン打ったら俺んとこに連絡するように言ってあるんだわ。あのおばちゃん、ほらこれ一杯5,000円。それがその、なに、商品券すらもうあれせんのか。頼む牛島さん、今日だけは許して。ギロから何も食べてないんだよ。お出口はあちらです。足元の段差に気ぃつけや。お願いします牛島さん、何か一品でいいですから。よー、そんなこと言うがね、品田、前はよく食わしてくれたじゃないですか。そう言ってたまりにたまったツケがいくらになってると思っとるんだ。偉いのはみんな一緒だわ。俺でも何とか助け合って楽しく生きてこうとしとるんだわ。あんたはそんな人の優しさに甘えてばっかりだわ。おい、あんかけスパゲティ遅えぞ。まだか。はい、もうすぐだわ。珍しいね、あっち系の人がこの辺うろつくなんて。喪服着てるみたいだけど何かあったのかな。見んといて。え、東城会と大海連合って知っとる？関東と関西のでかい屋さんの組でしょ。そうだ、そこの幹部の安住と高知って男が今日禁営で死んどったとさ。え、殺されたの？事故だと。いや、ついてねえ。その遺体の引き取りやら事故を起こした野郎をとっちめるとかで、両方の組織の人間がこの辺をうろついとるらしいわ。この辺ヤクザ見ないから好きだったのにな。無一文で来るあんたに比べたらやっぱだえお客様だ。そうそう、極道に加え変な男も最近この辺うろついてるらしいわ。変な男？帽子を深くかぶってマスクした怪しい男が禁煙で誰か探しとるらしいわ。やばいやつかもしれんから変に関わったらいかんわ。あれ、マスター今日混んどるね。今カウンター開くで座れるがね。よう、風俗レアターの兄さん。確か警備会社の大野さんでしたっけ。あんたが出しゃばってくれたおかげでわしの顔に穴が開いてまったがね。どうしてくれるの。それは大変ですね、ジュースがほっぺから漏れるでしょ。たけ、この怒りどこにぶつけたらいいか教えてちょう。そうだな、バッティングセンターなんてどうでしょう。あれ結構いいストレス発散になりますよ。ふざけとんのか。ふざけてないよ。ふざけとるかや。だいたいさ、逆恨みにも程があるんじゃない。何？あんた最初からあのバットが偽物だって知ってたんでしょ。何言っとるんだおめえ。分かりやすい動揺しちゃって、最初からヒビか何か入れといた偽物とすり替えて鳥山さんに運ばせたんですよね。わけわからんこと言っとると、うさばらしてなくマジでいかんぜ。図星か。俺が今まで何百本割れたバット見てきたと思ってんだよ。落としたくらいであんな割り方するはずないんだよ。鳥山さんにわざと破損させて弁償させた上に、自分たちでお宝バットをせしめようって悪巧みでもしてたんじゃないの。そこまで見当ついとるんだったら、まあいい、消したる。あれ、名古屋組に勝ち込みさせるんじゃないの。とれくせえわクソだけ。
お宮の悲鳴でほっぺのうずき癒してもらおうか。後悔させたるわ。この借りは早く返したるわ。覚悟しときゃよ。誰だよあんた。金栄町である男を探してる。牛島のマスターが言ってた人か、あんた。町の人たちも不気味がってるぜ。平和な金栄に揉め事持ってこないだよね。俺が探している男は一見この町に溶け込んで暮らしているが、誰もその男の過去を知らない。元プロ野球選手である過去を心当たりが。知るわけねえじゃん。知るわけねえじゃんか。気を抜くとまだ東京の言葉が出るんだな。元名古屋ワイバーンズ背番号47、品田達夫。お前に頼みたいことがある。お前が15年前に全てを失うことになった9回裏のサヨナラホームラン、その真相を調べてほしい。